えー、キャンペーンやっております。風邪がね、ああ、完璧に治んないですね、まだ。完璧に昨日治ったかな、治ったかなと思ったんですけど、なんかね、だあんま調子良くないですね。100%ではないですね。うん。まあ、喉は大丈夫だし、<laughs> あの、なんかその短が、嘆が気管にこう、なんか、 なんか、へばりついてる感じがあって <laughs>、なんかこう、咳が出ますね。なここが治ったら、もう大丈夫ですね。なんか、気管に痰が、こう、へばりついてる感が否めないですね。うん、はい。まあ、ということで、まあ、あのお正月セール、990円でね、最後や、やってますんで、1月11日までの、 セールスとなっておりますんで興味ある方るは裏メルマガ登録しておいてください990円ですで今まあニュースでねまあいろいろまたやられてると思いますけどもえデルタ株だったかななんかその沖縄すごいことになってますよね沖縄やばないですかだってあのまあ、沖縄、まあ、東京圏より、まあ、まあもちろん人数少ないですよねだからあの人数であの数っていうのは結構まあまあ東京も結構出てる るうと思うんですけどねで沖縄すごいですよね。うん。だから第6波が、まあ、すごい勢いで来てるんじゃないかなっていうところで、まあ、もう2年もね、このコロナ、コロナ、コロナっていう、コロナを聞かないことはなかったと思いますし、さらに、またここでね、また、すごい勢いでまた出てきてると。うん。ただ、まあ、あの、この2年でも、あのお問い合わせあったんですけど、何回もね。 要はそのコロナでね、あのー、給料があなんだ少なくなったみたいな。うん、で、あのーそうそう、ドリアカ入ったんだけども、また学び直したいですっつって、結構来ましたね。7人か6人ぐらい来たような気がしますね。まあ、そのボーナスが下が下ったとか、<laughs> あの給料が下がったとかあとは、まあ、あ,のある人は、まあ、そのこのコロナでねクビになったっていう人もいましたしほ本当にね、まあ、今後どうなるか分かりません分かんないというか、まあ、もうさすがにこの2年経験してるわけですからど,どうですかね、うん、か自分でそのお金を稼ぐっていうことをやった方ややった方がいいっていうかマストでやるべきだし あとその情報発信ですよね情報発信っていうあ <coughs>、まああのは僕も原稿でこうやってますけど別にその風邪ひいてもね、まあそのまあ、高熱の40度とか出たらそれはちょっと寝込まないとあれですけど、まあ、ちょっとぐらいだったら別にそのカメラに向かって喋るぐらいできるし別にまあ僕は顔出ししてますけど顔出し、まあ、みんなの銀行の報告とか別に顔出しせず動画撮ってますけど。 まあ、顔出してるバージョンもありますけどね。別にその発信なんかできるわけですよ。で、ブログも僕は毎日もう書いて、ブログも更新がもう2年超えましたけど、<laughs> ね。別に、やろうと思えばできるわけですよ、発信は。うん。で、しかもまあ、うーん、僕の場合はある程度そのストックがあるので、まあ、日々一応やってるっちゃやってるけれども、まあ、裏でもやってるんですよ、もう裏でも限定。うん だからそのうちその、あの、今限定公開の動画何本ある結構溜まっちゃったんですけど。まあそのうちまた一気に公開しますから。そのお正月セールス終わったらちょっとたまた溜めすぎたんで。何本あるかな多分ね。何本だこれ。300本いったかなまあ一気に公開しますんで。裏でもやってますよ僕。 まあ表は、まあ、あの去,年去年ぐらいからその一般公開動画をちょっとあの動画本数の公開の制限してるんで多すぎるんでね億万長者合宿がすげえやりとりあるし、うん、今234本ですね限定公開、うんはい、ストックされてます <laughs> そのうちその200本以上一気にまた公開しますんで今,今現時点では限定公開 公開する予定の限定公開の動画百234本か。うん、<laughs> はい。<laughs> あの、やろうとも、やろうとも、まあ、まあ、ここまでやんなくてもいいですけど、なんかやんないとどうですかって話ですね。<laughs> 僕は、まあ、やってる理由はいろいろあるんですけど、まあ、一つの理由としては、 やっぱりその, <laughs> あの、1本あたりのね、1本あたりのほうが再生数が少ないんで、だからストックしていくってことですね。だからイメージとしては、僕の戦略としては、まあ僕は動画を撮るのはもう鼻くそレベルでできるのでうーん、1本あたりで1再生でもいいんですよ。で、その1再生が1、1人の新規でもいい,い,いと思ってるんですね。 だから10本アップして1人で、も新規が来ればいいいかななと思ってるぐらいなんでで、すよ。でまあ、これ、広告をやってないと分かんないと思うんですけども、例えば、PPC で広告を出します。まあ、Facebook とかはちょっと安くできる部分ありますけど、普通にね、例えば、投資系、投資系一番高いんですけど、PPC でね、あの、まあ、アドワーズですね、その Google にその広告を出していく、FX 投資系とかはワン、1リスト確か3000とかですよね。 取得するのにでじゃあその3,000円で3,000円ぐらいの広告費でワンリスト、まあ、メールアドレス獲得したとしてもじゃあ100%その人が買うかっていうと有料の商品買うかっていうとあの顧客獲得単価ですからねその顧客が100%商品を買うわけではないんですよ顧客のリストを獲得するのに3,0004,000円かかるわけですよコストがねでそれを考えると別に僕はね ユーチューブで何本撮っても無料なわけじゃないですか,だから10本撮っても無料だし100本撮っても無料だしでそれでもし1リスト1お、OK、け新規のお、OK、けさんが来ればまあぶっちゃけ言うと3000もかったっていう話儲かったっていう表現がちょっと適切ではないかもしれないですけどまあ3000浮いた4000浮いたって話なんですよ無料でねでしかもそのストック増えてくるんであの僕があの風邪ひいててもね、まあ、ある程度動画があるのであの回るわけですよ まあ、回らないやつももちろんあります、いっぱい。回らないやつも。ただ、一応、うん、回そうとするやつは、うん、まあ、タイトル付きだったり、SEO でちょっと意識して作ったりとかしてるんで。だからまあ、今、あの、平均で、まあ、僕の1本あたりの動画って、トゥードゥで100ぐらいじゃないですか。たぶ平均、平均100ぐらいだと思うんですよ、直近の。まあ、100回ってないやつもありますけど、ただ、裏では、 3000ぐらい回ってるんですね48時間でまあこれは YouTube やってないと分かんないですけどリアルタイムのアナリティクスっていうのが見れて48時間でどれぐらい再生されてるのかっていうだから1本あたりはなんだまあその100いかないとか100ぐらいだったとしても裏,裏でねまあそれぐらい回ってるとだ僕はその裏で裏側で1万ぐらい回せればいいかなと思ってるんですね48時間の、えー、このリアルタイムのアナリティクスで 48時間圏内で1万ぐらいもこう常に回ってればいいかなっていうのを目指してますでもあなたが見ているその直近の動画に関しては100いくかいかないかってでも裏では1万ぐらい回ってるっていうここをね僕はやりたいんですよそうでそうするとまあまあまあ,あまあ安定してるなっていう話ですねだから月間にするとまあ10万ア,アクセス 15万アクセス、まあ、?48 時間ですかこのアナリティクスが。うん。これが2万、48時間で2万ぐらいのアク再生数が回ってるんだったら、月間30万アクセスみたいな話ですよね。まあ、そ,それがあればね、まあまあ、新規のお客さん取れるしね、普通に。うん。まあ、今でもちょいちょい取れてますし、うん。全く取れてなかった。さすがにね、僕もリピート率はまあまああるんですけども、 全く新規取れてなかったさすがにきついですからうん。でもその新規の獲得に関しても、まあ、僕はその売り上げをねそんなにその、あのー、なんか月間で1億とかね2億とか目指してないので、ね、月間1000万も目指してないですよ。だからドリ,がドリーマー僕の塾でお伝えしているその月収100万目指しましょうっていうところで、まあ、本当に100ぐらいあれば十分かなと僕も思ってるんで。 うん。ぶっちゃ100なくても飯食えますからね。50でもよくないですか。うん。まあ僕はちょっとね、買い物、まあ欲しいものが死ぬ前に、まあ、まあ、でももう,もうないか、あんまり。も車も買っちゃったですからね。うん。だからもう、もうな今年は多分買うもんあんまないと思いますね。うん。だからじゃあ買うもんなかったらね、100いらんでしょうっていう。 まあお金あって困ることはないですけど困ることもあるんですよ。<laughs> ね、税金っていうね。<laughs> どうですか稼げば稼ぐほど日本っていうのは税金高いですからね。<laughs> お金が稼げば稼げるほど困ることもあるんですよ。税金が大量に来るみたいなね。<laughs> だからそんなさじ加減ですよ。うん、しっかりそこはあの僕も見てますけど。だからね、もうなんか自分でちゃんとある程度なんか自由に、まああなたがね、 自由に生きていけるお金がどれぐらい必要なのかわかんないですけど、うーん、まあ、それが稼げればいいんじゃないですかね、自分で。だから僕いつも言うんですけど、なんかその20万ぐらいですよ。20万ぐらい、あの、自分でネットでね、使って稼げれば、本当に鹿児島とか田舎で暮らせば20万あれば十分です。はい、え、<laughs> ちょっとすいません。切れちゃいましたけど。どこまで行ったかな まあ自分でね、一人で20万ぐらいネットで稼げて、まあ、なんだっけな、あの、池谷さん池谷さんも高知の田,田舎なのかななんかその、田舎であの暮らせば、20万あれば十分じゃないですか。まあ車好きでね、僕みたいにその、なんかそういうの乗りたいってなったらちょっとあれかもしれないですけど、軽自動車でいいですよぐらいだったら、20万あれば余裕だと思いますよ。で、家賃も安いし、で僕のその、鹿児島の家賃も4万2000円で駐車場無料でネット無料ですよ。 駐車場無料でネット無料で4万2000円っていうね。もう商売道具無料みたいな話で。だから今ね、ネットが無料のその賃貸ってめちゃめちゃ増えてるんで。うん。あとね、福岡も安いっすね。まあ、だから東京がやっぱ高すぎますよね。まあ僕が東京でその車止めてた時駐車場が5、6万だったんで。んかつまり今の賃料より、 車の駐車量の方が高かったんで東京はうんだ東京が異様なんですよ本当に超高いでや,やっぱりまああの何だろうな田舎の方が要は例えば東京の平均賃金とじゃ鹿児島の平均賃金ってまあ間違いなく東京の平均賃金の方が高いじゃないですかで鹿児島の平均賃金って安いわけですよでそこでみんなが暮らしてるわけですよね で、そこに一応やっぱ合わせて物も売られてるんでだから東京に比べるとやっぱちょっと安いんですよ全体的にそれはそうですよねだって給料低い人たちが住んでるわけですからねだからその,あの東京だとそのスーパーでもちょっと高いそのスーパーとかまあまああるじゃないですかね六本木とか行ったらちょ,ちょっと高めのスーパーとかもあると思うんですよなんかおしゃれなね鹿児島ないですからね そんなの <laughs> だってあったとしても多分ね、需要ないと思うんですよ。例えばその、まあ、僕も求人見るんですけど、だいたい20万とかね、その鹿児島の平均賃金がまあ20万ぐらいなんですよ、やっぱ、どこを見ても、平均ですよ、その給料が。で、それで生活してるわけですから、うんまあ、それに見合った物価で出さないと、やっぱ売れないので、だから田舎の方はね、ほんしかもね、うまいんですよ。安くてもうまいんですよ。 コスパがめちゃだ、まあ、九州全般全部うまいんですけどね、飯。だからもう本当ね、も、ま、う、あ、鹿児島行って九州来て、まあ、九州もいろいろ回りましたけど、やっぱ東京と全然クオリティが違いますね。まあ、東京もね、2倍、3倍の金払えばよね、まあザ・ギンとか行ったらうまいかもしれないですけど、なんかそのね、なんかそう高級料亭とかね、行けばあれですけど、この,のもうスーパーでやうまいですから。 安い,ス安いスーパーだけどそれは地元でとれたやつがその地元で売られてるから東京って、ね、いろんな全国からこうねこう輸送してこう集約してるじゃないですかだからね九州本ほんといいっすよ水もうまいしその空気もうまいしうん熊本なんかは水が一番なのかな うん、だからんかを作るって水超重要じゃないですかおいしい水で作るか作らないかってめちゃめちゃ重要だと思うんですよほ、うん本当僕はおすすめするのは自分の1人でネットで稼げるようになってで、えー、田舎暮らしで遊びに行きたいんだったら飛行機で、あのー、なんか行けばいいんじゃないですかっていう、まあ、このスタイルはね僕は僕はおすすめですけどね まあ中にはね、いや、ターマンスみたいんですとかね、なんかいろいろあると思うんですけど、うん、で逆に言うと僕が、まあ、この、まあ、すみません、あんま売り上げないんですけど、まあ、その100万とかね、まあ、100万稼いでない人にとっては、100万すごいなと思うかもしれないですけど、別にその、なんだろうな、会社、例えば会社でね、会社間の売り上げでね、なんか、月賞100万円ですっていう、なんか、やばないですか。 月商月なんか年商1億とか年商5億とかねまあ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 中小企業もそれぐらいまあ従業員何人いるかによって変わると思いますけど月商100万円の会社ってやばないですかまあまあまあ従業員何人いるか分かんないですけどな普通に考えると大したことないですよ売り上げ100万っていうのはでもこれ個人レベルに落とすと100万っていう給料は高いかもしれないけど会社間で見たら月商100万なんか鼻くそですよねき あのもうすぐ飛ぶようなお金ですよ、うん、でもその,その100万ぐらいであの固定費安いから、まあ、浮くんですよねお金がだその浮いたお金で、まあ、自分の好きなものを買うとかできるじゃないですかでもこれ固定費も <coughs> 固定費が高かったらもっと稼がないといけないって固定費がねだから例えば東京のねタワマン家賃50万60万とかに住んでます 分かりますかこれ更新料も高いですからね。<laughs> 2年の更新料も高いんだけどで。そうすると2倍稼がないといけないですよね。欲しいものがあったら。でも、こっちだと固定費少ないから、ここ余るんで、100万でも、まあまあまあ、買おうと思えばいろいろ買えるよねって話で。うん。僕はそっちの方がいいと思うんですけど、まあ人それぞれのライフスタイル思、思い描くのがあるんで。まあ、あとね、結構、あの、 言われたのが、あの不便じゃないですかと。まあ、確かに不便ですね。まあ、東京に行くと僕は毎回やっぱすげえなと思うんですけど、山手線3分おきに走ってるみたいな。もうすごいなみたいな。まあ、こっち田舎はね、あれなんですよ。あの <laughs> 30分に1本ぐらいなんですよ。で、その駅まで僕歩いて30分ぐらいですね。20分か。そう まあでも、まあほとんどみんな車生活なんで、まあ電車あんま使う人いないんですけど、東京はすごいですよね。あとタクシーね、全く走ってないですね。東京はタクシーめっちゃ走ってるけど、もう田舎はね、タクシー全く走ってないですねタ。タクシーをね街中で止めるとか、ね、まあその、鹿児島の天文館とかは別ですけど、まあまあまあ、タクシー走ってないですよ、田舎は。うん。だからまあ呼ぶっていうね、タクシー乗る場合は。 まあなんか交通の不便どうなのっていうのはあるんだけども、まあこれもね、どこを見るかなんですよ。別にその、歩き、健康、歩くって健康的にいいじゃないですか。ね、なんかその、タクシーでフィットネス行くみたいな、東京の人たちね。タクシーでフィットネス行くみたいな。まあ別にいいんだけどもね。いいんだけども、あ、歩けばええやみたいな。<laughs> そのタクシー代もかかってフィットネスの月額何万ドルもかかるわけでしょまあ山見ながらね健康な空気吸いながらウォーキング朝のウォーキングした方がより傾向的だなと思思いますけどねただだしね <laughs> まあ人それぞれですから僕はすいませんそ,そこにタクシーでフィットネス行くんだったらあの空気なあの山を見てね空気なあ綺麗な空気を吸いながらウォーキングした方がいいんじゃないかなっていう思いますね すげえね、あのうまいですよ、ほんと空気。空気めちゃくちゃうまい。そりゃそうですよね、山い、鹿児島山いっぱいあるんで。うん。東京山ないですよね。<laughs> そう。だからその、循環されてないですよね。そう。なんか二酸化炭素吸って酸素を出すっていうのは山ですかう,ん、いうね、東京密度高いのにそれ循環されてないじゃないですか。山ないから。うん いろいろ申し上げましたけども、あの、まあ、1月11日まで990円でキャンペーンやってますんで、これがお正月セールスの最後のご案内となります。だから、その、安く買いたいっていう場合は、まあ、これが安売りは最後になりますんで、はい、恨メルマが登録しておいてください。まあ、1日1発ぐらいですかね、最終日はま、ちょっと2発ぐらい、3発ぐらい流すと思いますけど、 一日一発ぐらいでやっていきますので今日も18時にご案内していきますので、はい、これが、まあ、あの最後ですお正月セールスはね、はい、では終わりたいと思いますありがとうございます